はい、ルアーのカラーですけども釣り具屋さんに行くとあの分かると思いますけど、もう本当にたくさんのカラーが、今はあります。で、大別するとこのように、ナチュラル系のカラーと、アピール系のカラーっていうふうに分けられると思いますけど、このナチュラル系のカラーっていうのがもう本当に自然界の、例えば小魚に似せた色とか、まあ、エビに似せた色とか、まあ、いろいろ要はその本物に近いようなカラーっていうのが、まあ、ナチュラル系のカラーですね。で、対してもう一つアピール系のカラーっていうのが、まあ、ちょっと自然界とかにはないかもしれないですけど、とにかく目立つカラー、こういう例えば今持ってるものだったらオレンジ系で、サイドが銀で、金で、とにかく目立つっていうのがやっぱアピール系のカラーですね。で、この使い分けはですね、このナチュラル系はやっぱりあの水が澄んでる時とか、魚の活性がちょっと低い時、餌と思わせて、使う時にいいルアーだと思います。まあカラーですね、だと思います。で逆にこのアピール系のカラーっていうのは、例えばちょっと塩が澄んで、濁って、なるべくルアーを目立たせたい時とか、広範囲に、このルアーをアピールしたいよっていう時には、こうやっぱアピール系のカラーっていうのが効く場合が多いですね。はい、こういうふうな、同じルアーでもカラーの違いで全く、違う釣果になったりもするので、こういうカラーを使い分けるっていうのも、まあ、楽しみの一つかなと思います。はい、このライトゲームで使う、道具ですね、ルアー、まあ、ルアーフィッシングなので当然ルアーを使うのですが、まず最初にこのミノー、このミノーの特徴がですね、このリップがついていて、巻くとこういうふうにブリ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 って泳ぎながら、動く、ルアーですね、でまあこういうふうにただ巻きでブリブリブリって動かすのもいいんですけど、このライトゲームだと結構ちょこ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 って動かしてあげて、この左右にパン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 ってあの小魚がまるで逃げるようなアクションをした方が、よく釣れることが多いですね。まあミノーってフローティング、その例えばそうですね、巻かなければ浮くタイプと、あとシンキング、どんどん潜っていくタイプ、沈んでいくタイプの2種類があるんですけど、それはその水深とか、あと狙うそのレンジ、あの棚、あの要はその、魚がいるであろうその水深ですねに合わせて、浮くもの沈むものっていうのを使い分けると、よりいいと思います。はい、続きましてトップウォータープラグですね。まあ、トップウォータープラグ、まあ、その名の通り、水面でアクションするルアーの、名前なんですけど、そのトップウォータープラグの中でも、まあ、大きく分けて2種類かな、このペンシルベイトと呼ばれるタイプと、ポッパーと呼ばれるタイプがあるんですけど、今持ってるのがペンシルベイトで、特徴はですね、こういうふうに細長くて、まあ、当然その水面に浮くルアーですね。で、このアクションですけど、ロッドを細かく、操作してちょこちょこちょこって動かしてあげると、この左右にあの逃げるようにアクションするんですけど、これがドッグウォークアクションっていう動きになります。で、まあ、主にそのドッグウォークアクションで狙うことが多くなると思います。これがペンシルベイトですね。で、もう一つポッパーと言われるこのルアーは、特徴がこの大きなお口、この口で、パシャッパシャッとそのスプラッシュと、音ですね、ポコンポコンっていう音で魚を誘い出すっていうルアーですね。まあ、寄水域とかですと、例えばクロダイとかキビレによく使ったりとか、まあ、シーバスも当然釣れるんですけど、こういうふうにあのアクションの音とかそのスプラッシュの大きさの違いとか、まあ、ペンシルベイトポッパーでこの同じトップウォーターでもそのアクションの差が、まあ、違いがあるので、こういうものを使い分けるとよりいいと思います。はい、続いてはですね、シンキングペンシルを紹介します。シンキングペンシル、まあ、その名の通り、シンキング沈むタイプですね。まあ、キャストして、着水するとどんどん沈んでいくタイプですね。でこの特徴がですね、そうですね、ゆっくり巻くとお尻をフリフリ動かしながら、こういうふうな、あのなんか柔らかいアクションというか、おとなしいアクションっていうのが特徴ですね。で、まあ、そうですね、主に、まあ、例えば夜とかに使ったりとかもあるんですけど、自分の場合は結構その汽水域の日中とかだと、まあ、こういうルアーですと、トゥイッチングして細かくロッドを動かして左右にパンパンパンって飛ばすような感じですね。ダートって言われるその左右の動きで誘うと
やっぱりその魚に、よりアピールして、その魚にルアーを見切らせない、要はその魚がそのルアーを見た時にあのこれが偽物だと気づかれないようにパンパンパンって動かしてあげると、より釣れるので、自分はそういう使い方をやることが多いですね。